映りました。映った？映りました。でちょっと顔の位置下げてもらっていいですか？あ、すいません。元気ですか？元気だよ。いや、最高っすね。うん。どうですか？何これ、すごいな。すごいでしょ、うん、なんか新しいこの機能を僕がリモ君に伝えれてるっていうことはちょっとあれ。いや、でもこれやり方むずいわ。確かに。なんかだってこれ やったことないね、今日ライブなんとかって。これリョウ君自体もやったことないですか？やったことない、やったことない。いやいや、やってくださいよ、みんな待ってますよ。いや、やらんわ、恥ずかしい。お前ずっと質問答えてたやんけな。いや、見てくれてるんですね、ありがとうございます。恥ずかしなんだよ、あれ。いや、なんかね、コロナどうすか、うん、日本めっちゃないよ。もう気にしないでしょ、リョウ君も。いや、気にしてるよ。でも、気にしてもしゃあないしさ。そうなんですよ。うん。しかも、あの、音楽関係の人たちが一番打撃受けてません？あ、なんか、あれやろ、中止になったりとかやろ。うん、コンサートとか。うん、もう、あれですか、楽曲制作に励んでるんですか？してない。いや、そう、してる。いいじゃないですか。うん、なんか、だってこれ、みんなに見られてんねやろ。どこで見とんねやろ。いやいや、後で普通に電話しようぜ、これ。そうしましょうか。そうそう、なんかめっちゃ恥ずかしいよ。大丈夫、これ終わりで僕かけますね。え？これ終わりでかけます。いや、俺飯食いに行くからかけてください。じゃあまたタイミングいいときメールくださいよ。今日？今日でもいつでも。OK、わかった。はい。多分、りょうくん飯食って帰ってきたら僕多分まだ昼、夕方くらいなんで。え、どこんの今？ロンドンです。9時間か。はい、マイナス9時間で。じゃあ、分かった。まあ、適当に。いい感じでご飯食べてください。じゃあ、皆さんも楽しんでください。ありがとうございます。はい、ではでは。どうやんにゃ、あ、消えた。